はい、セントラルセプトクアスちゃんを設置します。はい、お願いします。上手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 、お目目キレキレ、うん、お上手にできた。上手。あきちゃん、お口、おいしいやつ、落ち着いて、これ、おいしいやつ、そう、分かったね、分かったね、そう、ちょっとね、お口だけ持つのがびっくりしちゃった、はい、上手、おりこ、覚えたね、あきちゃん、デンタルケアします、はい、一番好きなやつ、ほら、あきちゃん、落ち着いて、あ、尻尾、あきちゃん、落ち着いて、一番おいしいの、ほら、見てごらん。ほら、あきちゃんの好きなのだよ。あきちゃんの好きなやつ、ほら。ほら、おいしい。もう最初の飴だね。繰り返しですね、これね。おいしい。お上手。おいしい。おいしい。おいしい。上手、あきちゃん。ごめん、滑っちゃったね、足が。あきちゃん、ご褒美。落ち着いた、ごめんね、びっくりさせて。おいしいね、よかったね。よかったね、ご褒美、おいしいね。上手。多めの方がいいね。毛が暑いから、ウェットでがっつり取れる量は、その分は大丈夫、本当はね、毛も長いし。ゴムでしっかり。ペコキやばいか。ちょっと軽くいいですか。うん。偉いね。あ、おとなしいじゃん。偉いね。リコリコ。嫌なことしてるから。うん。引っかかるかどうか、うん、子供でやるとね、でも言って最初、うん、初にネットである程度解いてもらってるから、うん、引っかかるって言ってもそんなめちゃくちゃ引っかかるわけじゃないし、でも子供でやるとまた違うんだね。多分昨日子供でやったら、うん、あの、ちょっと取れてた、いや多分ね、全然、うん、引っかかりすぎて寝てないんじゃない。ウェットかけてからホームだけどやっぱり結構取れてた、毛玉だって言ってやられてた。うん、まあ、お家でもね、しっかりブラッシングしてもらえないとね、うん、でも家でも入ってると思う、こんだけ済むのもね、かわいいね。どうしても手の生え変わりとかがあったから、うん、今もこれだいぶなくげですか、うん、薄いよね、うん、そうだね、薄いよね。4月5月ぐらいが一番大変な時、ね、暑いもんね、それでも暑いよね、これじゃただでしょ、ね、でも冬はいいのかっていうと室内にいるからね、うんうん、ちょっとお尻気になる、違うよ、ブラッシングしてる、尻尾のとこもちょっと毛だね、うん、そこからね、うん、顔元ね、ウェットでね、両方でやるのみたい、上手、ぶっさくさにしようね、はい、気になるね、お尻気になるトラウマだよね。お尻はしっかりやっとかないと ね、うん、ね、多分明日もどうせ肛門腺いっぱい出るからさ、すごいね、昨日縛ってんのに肛門腺じゃない、違うよ、嫌な予感した、解いてるだけ、牛しない、うん、気になっちゃうね。そういうところだとまたね、この朝みたいにいっぱいついちゃうからさ、うん、濡れちゃうからけどね、
綺麗綺麗綺麗あ、やっぱ取れるね。まあ、小麦ですから、ね。ベッドだとそんな取れないじゃん。ベッドだとね、ま、ここなもん、まあ、うん、こんなもんだから。取れちゃ取れる。あの、細いのが取れるかも、小麦より。大体だからね。でも結構毛が抜けるから。まあ、無理やりやってるけど、ね、うん、軽く、なんだろう。取れる程度に取れる。お部屋でもね、あの、このサイズのが取れてるから。うん、いや、ね、水風呂なんですね。ちょっと硬いけど。お尻、お尻の方気になるね。気になったね。お尻はね。いいね。お尻綺麗だね、模様も。綺麗だね。白と茶色と黒。グリーンのかな、これ。白っていう色。いや。白かな。白怖い、白か、綺麗だね。コアロードがすごい綺麗。クリームはもうちょっと、もうちょっとあれかな、白だね。そういうことないと白かな、うん、あ、足のここに汚れるのかな。だからちょうどこの、ここ、あ、でもおしっことかかかっちゃうよね。そうですね。そうね、白いもんね。だからここの、この境目のところがちょっとそれっぽい。うんうんうん、うん、ねえ、かわいい。じゃあ、首周りだったら終わりかな。オッケー、よし。うん、終わる終わる。お家でご飯、うん、お部屋でご飯食べようかな。ね。終わりだよ。終わります。